女優の宮本あゆみです。さて今月から始まりました女優のあゆみ、この番組は私若手女優宮本あゆみが女優として日々頑張る姿をドキュメンタリー的にリアルに皆様にアピールリポートしていきながら、番組のタイトル通り女優として成長していく歩みを番組を通して皆様に共有していこうという番組です。この番組をお聞きいただいた方の中で今何か目標に向かってらっしゃる方、これから始めてみよう、チャレンジするよという方々の少しでも励みにはなかなかなれないと思いますが、愛知県三河の田舎者が日々女優としての歩みの中で、悪戦苦闘している様子をお届けることで少しでも挑戦する勇気や後押しができたらと思っております。私宮本あゆみ、全くラジオが初めてですね、お聞き苦しい点も多いとは思いますが、お付き合いいただければ嬉しいです。どうぞ宮本あゆみ末永くよろしくお願いいたします。なおこの番組収録の模様は映像でも撮影していただいておりまして、番組放送後10日程度でリメイクラジオという名称で YouTube にアップしていただいておりますので、ぜひ皆さんパソコンやスマホ等で女優のあゆみと検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それでは簡単な自己紹介からさせていただきたいと思います。私宮本あゆみと申しまして、本名も同じ宮本あゆみなんですけども、お仕事をさせていただく際はひらがなで宮本あゆみとなっております。1997年生まれの現在27歳、愛知県豊橋市出身で大学と同時に上京してまいりました。趣味は食べ歩きとダンス、特に得意は水泳と、実はカレーマイスターとサウナスパ健康アドバイザーという資格を持っております。他にもプロフィールとしては紹介したいことはいっぱいあるんですけども、とりあえずそのあたりはおいおいのコーナーで、現在は新しい事務所プラスボックスに入れていただき、連日現場とワークショップに韓国ドラマ鑑賞と、180度今までとは違った生活の中でいかにそれら経験を生かして女優としてスキルアップしていけるのかと、とにかく日々忙しく過ごさせてはいただきながら、女優宮本あゆみはどう成長していけるのか、そこに関しては正直楽しみでしかありません。もちろん日々の中で失敗や叱られたりもしておりますが、全て学びになっているのではないかと思っております。この番組のレギュラーパーソナリティの話をいただいた時も、昔からラジオは好きで聞いてはいたんですけども、私がラジオと一瞬戸惑いましたが、すぐにぜひやってみたいですと前のめりにお答えしました。そんな私宮本あゆみがこうマイクの前で話していることが不思議ですし、はてなしかありません。本当に皆さんに私の声が届いているんでしょうか、ちょっと不安ですが。それでは一つ目のコーナーはサウナのコーナー。さてこのコーナーはサウナ大好き女優宮本あゆみがサウナの歴史や魅力、入る時のワンポイントアドバイスや、過去に行かせていただいたおすすめサウナ情報なんかもご紹介していたさせていただくコーナーです。それでは初めての今回は、これまで言うに関東圏の中心に500回以上はサウナに入ってきたぐらいサウナが大好きな私なんですけども、皆さんも一度は聞いたことあるであろうサウナ、今日本では第3次ブームが来ていると言われているんです。ではなぜ日本でこんなにもサウナが流行っているのか、お恥ずかしい話、サウナ大好きなのにもかかわらず、このコーナーの打ち合わせをさせていただくまで考えたことなかったんですね。なので今回は調べてみて分かったことを皆様にご紹介させていただきたいと思うんですけども、なんとサウナはお風呂文化に関係があるそうなんです。欧米と日本ではお風呂に対する考え方がに違いがあるそうで、欧米ではお風呂は単に体の汚れを落とすところと考えられているんですけども、
一方で日本人にとっては汚れを落とすだけでなくリラックスするところという考え方に違いがあるそうなんです。まあ、確かに疲れた時ほど湯船に入りたくなりますよね。まあ、ということで欧米は高温多湿な日本とは違って、まあ、乾燥している地域でして、まあ、あまり汗をかかず毎日体を洗う必要がないからお風呂も重要視してないらしいんですね。まあ、サウナ発祥のフィンランドも、まあ、シャワー、水風呂、または湖のみということで使ってリラックスするような目的の湯船はないそうなんです。で、今サウナが第3次ブームとご紹介させていただきましたが、では最初の第1次ブームはというと東京オリンピックがきっかけだったそうなんです。選手村にサウナが作られたことをマスコミが取り上げたことによって広まっていきまして、日本人がサウナに入ると疲れが取れるリラックス効果があると実感されたそうなんですけども、日本には奈良時代から施浴、施すに浴びるという蒸気で体の汚れを浮かせて洗い流す蒸し風呂があったそうで、温度、湿度が高いサウナに近いものがすでに存在していたんですね。まあ、そんな日本のお風呂文化と目的がマッチしたサウナは日本人にとってとても受け入れやすかったんじゃないかと、まあ、そう考えると腑に落ちませんか。私はめっちゃなるほどと納得してしまいました。ちなみに第2ブームは1990年代の健康サウナ、健康センター、スーパー銭湯ブームだったそうです。そして日本、この今の現代の日本でのサウナは3回目のブーム真っ最中ということで、このブームの背景には現代のストレス社会におけるサウナの効果や健康効果やリラクゼーション効果が再評価されているということがあるんですけども、これまでのサウナは中年男性という固定概念が薄れてきてですね、女性や若い男性にも人気になりまして、サウナは心と体のリフレッシュに最適な場所と注目されるようになったそうなんです。最近スーパー銭湯のような施設だけでなくオフィスビルとかホテルにも設置するようになりまして、このようなタイプのサウナは日本だけでなくアメリカ、ニューヨークでもなんか若者を中心に流行り始めているらしいです。またサウナブームに伴ってサウナに関連するイベントやコミュニティが増える今日なんですけども、第3次サウナブームの火付け役となったのは2019年に放送されたサウナをテーマにしたドラマ、整うって聞いたことありませんか。この言葉を世の中に広めたのはこのドラマだったそうです。主人公がいろんなサウナに行きまして最後整ったわと決め台詞を言うんですけども、これによって整うとは何だと気になった方もいるんじゃないかなと思います。まあ、ということで今回サウナの歴史についてご紹介させていただいたんですけども、いやまさかお風呂文化に関係してるなんて初めて知って、私自身もとても勉強になりました。実は普段お風呂は湯船には浸からずシャワーで済ましちゃう派の私なんですけども、まあ、そんな私がなぜサウナにハマったのかということはまた次回お話しさせていただきたいなと思います。以上サウナウのコーナーでした。私立候補しますのコーナー。このコーナーは宮本あゆみが故郷である愛知県豊橋市の非公式広報大使を目指していこうという企画から生まれました。そして豊橋市さんからお叱りを受けて非公認にならないように頑張って実績を作ってアプローチしていきたいと思っております。つまり勝手に非公式広報大使に立候補していると考えていただければ嬉しいです。同時に毎月月の初めの放送基金豊橋は豊橋市および愛知県三河地域の情報紹介に特化して
こちらは自身の体験やトライアルを中心に展開しようと考えておりますので、合わせてご理解いただけますようにお願いしておきます。ということで、今回は人生で初めて出演をした舞台炎の国の転校生についてお話しさせていただきたいと思います。まず炎の国の転校生とはですね、2013年4月30日愛知県豊橋市に舞台芸術を通じた人々の出会いと交流を拠点として作られた炎の国豊橋芸術劇場プラットで2014年から続けられている高校生がプロのスタッフと一緒に舞台作品を取り組む企画、高校生と作る演劇の第1弾なんですけども、脚本は劇作家演出家青年団代表の平田織座さん、演出は東京で活動されております劇団雨宿り代表の広田純一さんでして、1994年11月に当時東京にありました青山円形劇場で上演された作品転校生を20年の時を経てオーディションにより選ばれた高校生とともに再び上演をされるというものでした。でそんなこの舞台のオーディションを知ったのは高校2年生の3月頃だったんですけども、親友がこの応募用紙を持ってきてくれて、これやってみたらと勧められたのがきっかけです。もう幼い頃から大人になったら女優さんになりたいと思っていたんですけども、当時まだお芝居を一切やったことがなかったんですね。しかも本番が高校3年生の11月、大学受験のちょうど20日20日前でして、ものすごく悩んだんですけども、ここでやらなかったらこの先お芝居を挑戦しないかもしれないと思い応募をさせていただきました。でそしてオーディションは5月に2日間にわたってワークショップ形式で実施をされまして、主に体を動かすのがメインでですね、最後に台本を渡されて演じたという内容だったんですけども、結果発表の日は高校の球技大会の日だったんですよ。もうそわそわして、もう試合に集中できなかった記憶が今でもございます。家に帰って封筒で届いたんですけども、開けると合格通知が入ってまして、すごく嬉しかったです。時が経ちまして8月に入り、演出の広田さんと脚本の平田さんによる4日間のワークショップがありまして、8月終わりから少しずつ稽古が始まりました。これまでの私は女優になりたいという夢をバカにされるのが怖くてですね、人に話すのが嫌だったんですけども、人生で初めて同じように女優になりたいと志している同世代に出会って、なんか自分の中の殻が一つ割れたような気がしたんですね。今までお芝居に関わったことがなかった私にとっては、プロとして活動をされている方との稽古はとっても新鮮でした。でそんな中、私は舞台となるクラスの一員の秋山美和子役をいただいたんですけども、転校生は台本が少し特殊でして、一般的に舞台上では一つの会話が進行されていくと思うんですけども、転校生は同時多発会話という舞台上で複数の会話が同時に進行していく構成でして、とても難しい台本だったんです。ついにそんな中、ついに約2ヶ月の稽古を経て本番を迎えまして、その舞台袖で緊張のあまり毎日泣いてしまうこともあったんですけども、家族や友達、そして高校の先生も見に来てくださって、カーテンコールの時、舞台上から見える観客席に感動しました。それと同時に、なんかもっとうまく演じられるようになりたいなという気持ちが芽生えました。ちなみに千秋楽もこれが全て終わっちゃうという寂しさのあまりみんなで大号泣したんですけども、この舞台、こうしてやっぱ共に舞台を作る濃い
すごく濃い2ヶ月間を過ごしまして、かけがえのない仲間と経験を手に入れることができて、まあ、この企画にもし参加していなかったらですね、私このマイクの前にいないかもしれないと思うほど私の人生において転機となった舞台でした。まあ、そんな高校生と作る演劇は今年で第11弾を迎えるそうなんですね。で、今年は泥棒対策ライトの代表下塚直美さんの脚本演出振り付けの新作作品で、11月2日から4日に上演をされるそうなんです。自分が参加した企画が10年も続いてるってことはとっても嬉しいですし、この先もやっぱ愛知県豊橋市の高校生に貴重な経験ができる企画としてずっと続いてってほしいなと思います。なお、ほの国豊橋芸術劇場プラットでは様々な公演やイベントも行われておりますので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。以上、私立候補しますのコーナーでした。改めまして、今お聞きの放送は今月から始まりました新番組女優の歩み、若手女優宮本あゆみが進めさせていただいております。それでは続いてのコーナー、韓流からコメディエンヌ、略して韓コメのコーナー。このコーナーでは古くからヨン様とチェジウさん主演の冬のソナタから脈々と人気が続いている韓国ドラマ、いわゆる韓流、 K-POP では BTS、 少女時代に東方神起、そして TWICE、 エスパと数え上げればキリがありません。そんな韓国ドラマを演技の教材にと勧められて見出したんですけども、もうとにかく単純に面白いで、演者さんのレベルが高い、まさにレベチーなんですね。で、そんな中韓国ドラマのこのコーナーでは私が勝手にカテゴライズさせていただいたラブコメに絞っていろいろお話をさせていただくことで、いつか私もそんなコメディに出演できるコメディエンヌを目指していこうというコーナーです。さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回ご紹介させていただく作品は2009年放送イケメンですねでございます。日本でも台湾でもリメイクされた大人気ドラマでして、調べによりますと韓国や日本だけでなくアジアを中心に11の国で放送をされたそうなんですね。気になるメインキャストとしましては、日本でも人気のあるアジアのプリンスと呼ばれるチャン・グンソクさん、そして子役時代から活躍をされております現在トップ女優のパク・シネさん、と歌手兼俳優で FT アイランドのボーカルとして活動中のイ・ホンギさん、そして韓国を代表するロックバンド CNBLUE のリーダージョン・ヨンハさんでございます。で、ここで簡単なあらすじを紹介させていただきますと、シスターになるため修道院で修行をするコンミニョは、ある日大人気イケメンバンド A エンジェルのマネージャーからミニョの双子の兄ミナムの代役に1ヶ月だけなってほしいと頼まれます。困惑するミニョだったんですが、毎日兄ミナムが母を探すためにグループに入る予定だったことを知り、しばらく兄になり変わることを決意します。癖のある A エンジェルのテギョン、シヌ、ジェルミたちと過ごすミニョだったんですけども、次第にテギョンに恋をしてしまうというお話です。で、今回この作品を選んだ理由としましては、もともと日本版のリメイクドラマを拝見させていただいていたんですけども、韓国版はさらに面白いと聞いて興味が湧きまして、キュンキュンあり笑いあり涙ありの見応え抜群のドラマなので、ぜひおすすめしたい作品となっております。ということで、コメディエンヌを目指す宮本あゆみのおすすめコメディポイントをご紹介していきたいと思います。これなんと言ってもおすすめは8話目に登場する気持ちが込み上げてきて抑えられなくなった時に押すツボです。ミニョはマネージャーからドキドキしてしまった時は鼻の頭を豚のように下からグッと強く
ツボを押すのが効果的だと教わりまして、ミノはそれからテギョの前でそのツボをたびたび実践していくんですね。でも実はこの時ミノは自分ではなくシヌのことが好きだと思っていたテギョンは、もうこのよくわかんない豚の鼻をやってくるミノに対してもうなんかバカにされてるんじゃないかと勘違いしてしまうんです。でも12話目でこのツボが本当の意味があるということを知るテギョンなんですけども、自分のことが好きだと分かってからのミニョに対するテギョンの自信っぷりがまた面白くて見どころとなっております。ちなみにこのツボがモチーフとなってできた豚ウサギというマスコットがあるんですけども、日本版のリメイクドラマが放送された時もこれ話題になりまして、ちょうど私の母が友達と東京に新大久保にですね遊びに行った際にお土産としてこの豚ウサギのキーホルダーを買ってきてくれました。豚ウサギは作品中でもミニョの分身として扱われることがありますので、そこにも注目してみていただきたいです。ということでこのドラマ、もうなんて伝わらないのこの気持ちとか、いやいや素直になれないよみたいな、やっぱツッコミをたくさん入れたくなるような気持ちのすれ違いがコミカルに描かれている作品でして、クスッと笑いたくなるようなやり取りの中にメネキン要素が隠れているような見どころが満載でして、またミノを演じるパク・シネさんをはじめキャラクターたちの次々と変わっていく表情にも注目していただきたいですし、目の離せない全16話ですので、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。以上、韓流からコメディエンヌのコーナーでした。皆さん、今月から始まりました女優の歩み、いかがだったでしょうか。今お聞きの番この番組女優の歩みは毎月第2第4火曜日夕方6時から お送りしてますので、ぜひ皆さんお聞きいただきましたら嬉しいです。それではここで番組プロデューサーさんからお許しをいただきまして、電波ジャックをさせていただきたいと思います。私の妹宮本茜が昨日に8月26日に24歳の誕生日を迎えました。茜、誕生日おめでとう。私もこうして自分の番組を持たせていただいて頑張ってるので、茜も体に気をつけてお仕事頑張ってください。以上です。失礼いたしました。番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りしていただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 女優の歩みまでお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。皆様のお相手は宮本歩みでした。ありがとうございました。